これね、結論言うとって、これ結論なんだけど、スマート農業ってね、こんなこと言うとまた叱られるんだけど、農家のためのものじゃないんですよ。まあこれ叱られるかな。まあ結論、とにかく農業のためなんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります、J アグリ展示会レポートということで、今回はですね、スマート農業の話をねちょっとしたいと思います。まあ、結論言えばですね、まあ、スマート農業、まあ、どこまで進化しているのかっていうのを、まあ、ちょっと、まあ、展示会がありましたので、まあ、そこでね、まあ、見てきました。で、その結論、スマート農業っていうのは農業全体最適化、ちょっと分かりにくいですよね、農業全体最適化なんだっていうような、まあ、今日はお話でございます。で、まあ、先日ね、J アグリ、これね、農業ウィークという名前でしたけども、今年から J アグリということで、国内で年2回開催されています。九州はね、熊本、私がいる熊本で開催されます。そしてまた11月にはですね、10月だったかな、にはまた幕張メッセで開催されます。で、まあ、いろんなメーカーさんが、まあ、これからの農業の、まあ、ソリューション、いわゆる課題解決するためにいろんなメーカーさんがいろんなものを出展してます。で、私もあまりテクノロジーの話、技術の話、栽培の話はね、基本的にやってないんですけど、まあこういう機会なんで、まあ、一通り見て回って、そして、まあ、スマート農業たるものを今どんなふうに進化しているのか、一体何がすごくて、何がどうなってるんだっていうのをね、ちょっと私なりにちょっと見てきましたので、まあ、その辺はね、ぜひ皆さん方にご紹介したいなと思ってます。特定のね、メーカーさんとか特定の企業さんの商品が良かったよとか、そういう話ではないです。全体的な話なんでね、ご了承ください。さあそこで、まず、ちょっとね、画面がものすごくちょっとちっちゃい、これちょっと私がエクセルにまとめたんで画面見にくいので言葉で説明しますので、全然作業しながらでも結構なんでね、まあ、聞いててください。ちょっとね、画面をこう、ちょっと大きくしていくと、まあこれだんだん、画面からこう右にこうずれていくけど、ちょっとごちゃごちゃになるんで、ちょっとずつね見せていきますね。まず何言いたいかというと、生産工程、まあ、私はまあね、動画見てくださってる方はお分かりの通り、野菜農家ですので野菜中心で話します。もちろん畜産とか花とか果樹とかあるんですけど、まず野菜中心の話をします。で、何言いたいかというと、野菜を作る段階で生産工程、いわゆる我々の作業がずっと順番でありますよね。準備やって、種まいて、栽培して、収穫して、出荷してみたいな、でその栽培工程がですね、まずここにちょっと書いてみました。例えば、一番下は準備の段階で、まず土作りとかねやりますよね。というかその土作りの前に圃場整備というのがあるんです。圃場整備、圃場整備って何かというと、この、なんだろう、なんていうの、あぜを切れ食いしやったりとか、そもそも土作りの前に、まあ、荒れてる農地をね耕運したりだとか、もっと言うと鳥獣害が来ないように柵を、ね、作ったり、まあ、鳥の、ね、被害をこう、防ぐための環境を整えたりという、まずこの準備というのが、ね、まずあるんですよ。で次あるのが播種して育苗するってことなんです、ね、で今育苗も分業化されてきたりとかしてますけど、まあ、基本的には、まあ、我々の生産工程でいけばまず種をまく、そして育苗する。でここからです。ここから栽培に入りますよ。もちろん育苗も栽培なんだけど、本舗に入って栽培するには、ここから、何が起こるかというと、いわゆるこの栽培の時にですね、いろんなものが重要視されます。例えば当然肥料、栄養もありますし、土壌状態も必要ですし、温度、そして環境、そしてね、植物を構成する3つの要素、水と光と CO2 ですよね。当然なんかそれ以外にも畝を立てたりマルチをしたり、当然病害虫対策をやったり、まあ、受粉させると、まあね、私は実のなるものをやってましたんで、なんだ、いわゆるスイカとかナスとか、そういう実のなるやつをやってたら受粉される、まあそういう流れになります。でその後どういう流れになるかというと、いよいよここで生育を観察しながら収穫、収量予測しながら、次はいよいよ収穫ですよね。で収穫した後選別して梱包して、まあ例えばお茶とかだったならば、それをまた乾燥させたりなんてして、そしてそれを保管します。
でその後いよいよ何が起こるかというと、この梱包作業があって出荷します。で出荷する時も荷物の積みに積んだり下ろしたりがある。そして集荷業者さんが持っていく、まあ、いわゆる販売といった話になります。で販売した後また片付けがある、まあ、これの一連の流れをまあ、ね、生産工程というふうに言います。そして、まあ、本来はねこの販売の部分にもいろんな、ね、工程があります。そしてこの経営もいろんな工程がありますけど、何の話かというとこの一連の流れで我々はこの作業工程、いわゆる生産工程の中で人手不足が今懸念されてるんだっていうことなんですよね。でこの人手不足を解消するために今何が行われてるのかって、その人手不足を解消しよう、これがテクノロジーなんですよ。これがテクノロジー、いわゆる技術なんですよね。でその技術に、なんだろう、その技術を今度はいかに機械ロボットでやらせるか、いわゆる自動化させるって話になります。じゃあちょっとそこ見ていきますね。自動化させるためにまず今度は上からいきますか、この上からいきましょう、はい。まず、この作業工程を、ね、いかに自動化するか、そのためにセンサーをつけたりとか KM 一元管理したりとか、まあ、これちょっとね入力の問題がちょっとあるんですけど、で例えば、この補助環境で一番やっぱ多かったのがラジコンの草刈り、草刈りってやっぱ補助整備でもなくてはならない。これも野菜農家のみならず、牡蠣、果樹、そして畜産もしっかりですよね。そして販売に関してもいろんな、まあ、モニタリングシステムがあります。そしてこの出荷、この出荷もですね、まあまあ10個20個ならいいけど、まあ、毎日100個何百個何千個とやってると、こう出荷管理にまあタグをつけるみたいな技術も今どんどん進んできています。そしてだ、そして、梱包作業、ここもですね出荷梱包、いわゆる生産現場もそうですけど、この出荷現場もいかに自動で乾燥させるか、自動で包装するか、自動で選別するか、もっと言うと自動で今度は収穫するかっていう、ここがものすごく今動いてますよね、うん、ここのテクノロジーがどんどん進んでいます。そして、今度は栽培の話ですね。栽培の話に関してみれば、自動灌水装置であったり、今度は光を LED でいかにね、光と水と CO2 でしょ、必要なのが、だからこの LED でどれだけ定期的にコントロールできるか、もしくは CO2 を自動的に発生させるか、もっと言うと環境温度ね、光と水と CO2 のみならず、やっぱり温度や湿度や放射や、まあ、そういったものも関係してくれる、関係するので、そこの環境を整える自動開閉装置だったり自動制御装置だったり、まあ、こういったものが、まあ、いわゆるスマート農業でこうなんか、叫ばれているテクノロジーになります。そして今度、そもそも育苗が必要になってきますので、この育苗する時の自動給水、まあ、こういったのもロボットになります、うん、で実際病害虫の駆除には、まあ、電柵であったり、最近ねカラスだなんかいろんな害のある鳥をこうレーザー照射することによって、まあ、防ぐみたいな、まあ、これらがですね、まあ、ちょっと字がちっちゃいんですけど、これらがいわゆる今最先端のテクノロジーなんです。最先端テクノロジーね。これ、まあ、今回展示会にこう出展されてたところをピックアップして、まあ、一応まとめた表になります。つまりここでですね、一番言われてるのが、トラクターですよね。トラクター、いわゆる全自動トラクター、ね、このそもそもこれ栽培工程ね、これ栽培工程が下から準備があって栽培があって収穫があって、ね、販売があってと、こう一連の流れがあるでしょ。でこの一連の流れの中で、そもそもこのトラクター、このトラクターというのは準備の段階で使いますよね、補助整備、ね、でこの補助整備のトラクターを自動運転するんだって。で最近ね、最近というか展示会に自動のトラクターが出てるというよりも、後付けのアタッチメントで、自動運転にするんだっていうようなメーカーが4社ありました。シンガポールと韓国と台湾とあと日本もだったかな。つまりアジア系のメーカーがこのトラクターの後付けの自動運転装置をつけてましたね、うん、で他にもこのねアタッチメントいっぱいの機械が、いろんな機械がねありました。便利にね、作業性の高い、そしてまあユンボとかね、バケットの
付きローダーとかもありましたし、この電動カート、いわゆるあの荷物を運搬するこう電動カートも全部自動になってます。で他にも、まあ、肥料散布するのに肥料散布の、ね、自動ロボットがあれば、でここに出てきました、はい、ドローンですね、はい、ドローンは一体、何に使われているのかって、まずは、観察、補助観察のためにドローンを使う、もちろん薬剤散布もしくは受粉、うん、そして終了予測、まあ、などなど、まあ、こういったところでドローンが、まあ、活躍する。でドローンの話をすればですね、ドローンはシンプルにどんどん拡大化していってます、うん、ある担当者にお話を聞いたら、今の時点ではいかにバッテリーを長持ちするかとか、いかに薬剤を上手に散布するかとかやってます。そして、現段階での最新のテクノロジーでいくならば、ドローンがもう、プログラムされて、あとも、スイッチを押せばもう自動でやってくれるっていうところが今も最先端になってきてます。でこれからどうなるのかって言ったら、もっともっと大型化していきます。大型化していって、短い時間で薬剤散布が進む。でも一台一台がでかくなったら、もう個人個人で持つっていうのはちょっと難しくなるんじゃないだろうかと。おそらく僕の予想ですよ、もうドローンはドローンで、もう以前ねヘリコプターで薬剤散布してたでしょ、あんな風にあるもう専門の業者が出てくると思います。だからある意味こういうのが得意な方は、もう専門として大型のドローンを買って、そしてそこの地域もしくは近隣地域、まあね、もっと言えば各地ドローン一台でこう薬剤散布とか観察とかいろんなことを受けようという仕事がね、多分出てくると思います。そして、この電動、収穫ロボットですよね。収穫ロボットはもうどん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 進化しています、はい、さあ他にもですね、はい、来ました、馬運搬車両、当然軽トラからトラックから、まあ、こういうのもありますし、はい、先ほど出てきたラジコン草刈りっていうのも、これもほとんど、やってることは地面を這うドローンですよね。先ほどのこの運搬車両も、自動で動くようになります。つまりドローンが空飛んだり地面を張ったりするわけですよ。で地面張ってそこに、仮払いのチップつけたら、まあ草刈りになるし、そしてそれで荷物を運んでくれたら、収穫で、もう今クローラーがついてね、クローラーがついてもどんなところでも行くみたいなねことになってきています。さあじゃあ次ですね、まあ、次は何かというと、今度は実際細かい話になりますけども、細かい話でいくと、まあこっち側のね、まあこっち側って言ったって、まあ画面見らずに耳だけ聞いていらっしゃると思いますけども、まあこの補助準備から栽培工程、栽培から収穫から梱包出荷までの間で、まあまあもういろんなものが今世の中出てますよね。例えば育苗ポットがすごい改善されてたり、育苗トレイがものすごく、まあ、粘りのいい、ね、ものが出てたり、もうそもそも育苗機っていうのが出てたりね。そして、まあ、ここの栽培に関して見れば、まあ、土壌改良剤とかも進んでますね。やはり菌根菌をね制御するだとか、高濃度酸素によってね土壌環境を整えるだとか、まあ、いろいろあります。で今度は温度制御するのにも、今遮光シート、遮光ネット、これらもものすごく進化していますし、そもそも光と水と CO2 をコントロールするためのフィルムであったり、もしくは水を上手に適時適切に行うための、まあ、ノズルだったりチューブだったり、でさらには、まあ、土工でやるよりも隔離ベッドもしくは降雪ベッドにすることによる、まあ、ベッドの、いわゆる降雪型のベッドのテクノロジーだったり、もしくはそのベッドが自由自在に移動ができるような仕組みであったり、もうねキリがない、もう本当ね、あこんなのがあったら便利だなっていうのがどん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 やっぱ出てきてるんですよ。で他にもこう生分解マルチ、マルチもね貼るのはいいけど剥ぐのが大変、片付け大変、生分解マルチ、そしてもちろん防除も大変ということで、まあ、防虫灯などの LED 使ったね防虫灯など、まあ本当ねありとあらゆる、まあ、技術というかテクノロジーというか道具というか、まあ、そういったものができてきます。で出荷に関しても鮮度保持フィルムから予冷庫、ね、最近は熟成庫なんて言ってね、日持ちをさせるね、まあ、電気の力によってね日持ちさせる冷蔵庫とかも出てきてますし、輸送させるための発泡スチロールだったりパレットだったり、そして、出荷するための、まあ、軽量化
ね、やっぱり荷物抱えるのも大変だからその辺のシステムだったり、もしくは農場がね、ぬかるんだりするじゃないですか。でそのための農場用の、まあ、下に敷くマットみたいなやつだったり、まあ、他にもこのね刈り取り草刈りをするための、まあ、チップ層の進化であったり、今度は刈り取った草を、まあ、焼却したり、そして、まあ、作業環境がいいために、まあね、蚊を捕まえるストラップだったり、もうね、まあ、キリがないんだけど、まあ、こんなのがね、展示されてましたよってことです。で、まあ、これ最後なんですけれども、ここでやってるかな、これだね、はい、これ最後なんですけれども、はい、ここですね。まあ私がまあこれ割と進んでるなっていうふうに思ったのが、まあトラクターの自動操作ももちろんのこと、まあ、吸水ポリマーですよね、まあ、これ栽培に関していわゆるあの吸水ポリマーってあのおむつとかに使う水を吸収する、ああいったね土壌改良剤とかがものすごくこれから進化していくだろうと思います。そして耐暑性のフィルム、やっぱりね熱いでしょ、でこれからもっともっと熱くなるでしょ、だから光は通して熱は通さないというようなフィルムが今どんどん進化しています。でそれともう一つ地中熱交換という技術がねすごいのがあったんですよ。地中100メートルぐらい掘ってそこから、水をこう汲み上げることによってこう地熱を交換することによって、冬は暖かく夏は涼しく出るようなシステムだったり、もちろん太陽光を合わせた温室、もう最初から太陽光発電のソーラーパネルをつけた温室でその下で栽培をする、だから今から割とこれこの辺はねあのものすごく僕は注目してますね、うん、まあ、この吸水ポリマー、耐暑性フィルム、地中熱交換、太陽光パネルを使った温室、そしてあの温室冷却、つまりあの冬暖かくするっていうのはもう どれだけでも進化してきたんですけど、これから夏いかに涼しくするか、もう夏以外もですよね、あの特に九州なんて春夏秋ってもうないですかね、あのもう暑いか寒いかしかもう今からなくなりますからね、はい、うん、そして、まあ、先ほどのねドローンの話、バッテリーが持続長持ちしたり大型化するみたいな話にまあなってます。さあこれでですね一通りまあね私が今回見てきたあの話で、まあ、スマート農業はどこまで進化しているのかって言って、まあ、ある程度皆さんの方が情報キャッチアップしていると思いますので、まあ、お詳しいと思いますけれども、まあまあある程度予想通りっちゃ予想通りなんですけれども、なんかうわーす、いや聞かれるんですよ、山下さんあのこの前の展示会どうだったですか、なんかすごいのありましたかって言ったら、まあすごいっちゃすごいけど、まあある程度予想範囲内っちゃ予想範囲内で、やっぱりこれちょっと全体的な表を今ねここに出してますけれども、まあ、何が今すごいかって言ったら、この準備から収穫して出荷するまでの工程がほとんど何かしらの形で自動化されてるんだってことなんですよ。自動化する技術はもうすでに出来上がってるんだってことなんです。 OK ですか、これがすいません今日の結論です、うん、どこまで進化してるのかって、もう一通り生産工程はもう自動化できます、うん、でこっからです、こっからただスマート農業というのは農業全体最適化なんです。ちょっと難しいかもしれない、いわゆる農業全部だから一部分だけ最適化されても結局こう体使わなきゃいけないじゃないか、一部分だけ、収穫だけ上手になっても作付けは結局人間がやらなきゃいけないじゃないかっていうのを、もうトータルで全部が楽できるように最適化する、これがまあスマート農業のまあ目的っていうか狙いなんですよ、うん、でこれね、結論にとってこれ結論なんだけど、スマート農業ってね、こんなこと言うとまた叱られるんだけど、農家のためのものじゃないんですよまあこれ叱られるかな、まあ、結論あのとにかく農業のためなんです、農業業界のためなんですよ、スマート農業って農家のためじゃないんですよ。ここを我々農家はしっかりこう分けて、うん、で我々農家のためになるのは何かって言ったらスマート農業より省力化なんですよね。で自動にできる、で全部それにお金をかける、であなた何するのって、いや俺も何もしなくていいよって、これそれがそれでいいので、お金だけ私払ってますよって、でそれでプラスになればいいんだけど、スマート農業で俺全部自動化だから俺何もしなくていいよって、でここで儲かるようになるんですかって話なのよならないよね、うん、ならないんですよ、うん、で逆に農家いらないよって、全部こっちでオートメーションでやるからっていうのを
世の中は進めてるのがスマート農家なんですよ。じゃあ何、農家の敵じゃんって思うかもしれないけど、まあまあ敵とか味方とかの問題ではなくて、スマート農業ってそういうことなんですよ、うん、スマート農業って農業のためのスマート農業、農家のためではない、こういう話なんです。なんか最後嫌な話になりましたけれども、この辺をねしっかりね押さえとかないと、スマート農業という言葉に踊らされるんですよっていうのがね、今日ちょっと皆さん方にね改めてねお伝えしたい内容でございました。はい、ということで、あ、そうそう、今僕ねちょっとこの動画レビューとかなかなか見れてないんで、改めて皆さん方のご意見ご感想をですね、このこちらの QR コードからねちょっといただけるようにしました。ここ必ず返信します、コメントをお返しします。ただGoogle アカウントの登録がある、これ Google マップ、いわゆる Google マイビジネスで今レビューをちょっと集めてますので、そこにちょっと集約しようと思ってますので、ぜひねご意見ご感想をお聞かせください。あ、そして最後お知らせなんですけど、このノービジセミナー、この6月14日やるんですけど、それこそ今の話をちょっと掘り下げます。最新農業テクノロジー、今度は DX とか AI までちょっと掘り下げた話をねやりますので、これ面白いですよ。で結局山下さん、我々農業者は何をどんなふうに考えて、どのテクノロジーを進化させるべきですか、何が我々にとってメリットですかとか、もういろいろ掘り下げますんで、ぜひねこれお楽しみください。はい、ということで、ね、すいません今日も長くなりましたけれども、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。